そう、高校生っぽい男の子がこの別荘に。ん？そいつお前のいとこって。ちょっとそれどういうこと？だからそういう大事なことは前もって言っておくべきでしょ。ん？おじさんの？奥さんの？妹の？もういい、言い訳なんて聞きたくない。とにかく私は嫌だからね。もう切る。それじゃ。まさか同居人が来るだなんて。おじさんったら何も言わないんだから。あんたが謝ってどうすんのよ。何か変わるわけ？出てってくれたりするの？おじさんに聞いたらどうやら本当らしいけど、どうして一つ屋根の下にあんたみたいな。名前なんていうの？見てたでしょ、聞く前に電話切っちゃったんだから。頭に血が上っちゃって。ほら、名を名乗れ、このヤバい男。誰それ、知らない。あんた本当に私のいとこ？何、喧嘩売る気？なんかおじさんの奥さんの愛人の妾だなんだって言ってたから、遠い親戚ってことなのかもしれないけど。何よその反抗的な態度。10年前？あ、なんかそんなことあったかも。確かおじいちゃんが亡くなった時に。そんな記憶ちょっとある。かも。それが私だっての？あんたマジでぶっ飛ばすよ。すぐ謝るんだね。くすのせまゆみ、私の名前まだ言ってなかったから、くすのせまゆみだよ。ちゃんづけやめて、気持ち悪いから。あんた三果て高校に転校してきたって言ってたよね。マジか、私と同じじゃん。
よろしくじゃないでしょう。慣れ慣れしくしないでくれる？だからちゃんづけやめて。まゆみでいいから。で、学校にはいつから行くわけ？一緒になんて行かないからね。そこ期待しないように。ったく、まさか男の部屋で目を覚ますとは。クスの狭い身ともあろうものが。友達の誕生パーティーでちょっと酔っ払っちゃって。バカ、飲むわけないでしょ。騙されてさ。あれ、なんていうの、ウイスキーボンボンって言うんだっけ。お酒入りのチョコを食べさせられて。私めちゃめちゃ弱いんだ。頑張って家に着いたところまでは覚えてるんだけど、そこから先の記憶がない。一つ丸々。だから何度も言わせないでよ。弱いの。私ウイスキーボンボン弱いの。じゃな、あんた寝てる間に私に変なことしてないよね。追い出すわけにもいかないみたいだし。今日からルール決めて暮らしてもらうから。それで階段上がって右奥が私の部屋。離れてるから大丈夫だと思うけど、部屋には鍵がないから用があったらノックすること。オッケー。私と一緒に住んでることは学校のみんなには内緒にすること。余計な勘繰りされたくないから。オッケー。あとは掃除ね。平日はあんた、休日は私。オッケー。もう男のくせに細かいな。そんなんじゃ女の子にモテないぞ。ん？新入り。はい、そうと決まったらさっさと部屋の掃除に取り掛かる。ほらそこ、お菓子の袋が散乱してる。それじゃ私はもう一眠りするかな。あとよろしく。